あ、今日もよろしく、はい。こんにちは。よろしくお願いします。あの、東京オリンピックパラリンピック組織委員会の森義郎会長のこう発言、もう大変なニュースになってるよね。はい、アメリカでも大々的に報道されているようで、そのニュースまであの、うん、お昼前には扱ってましたね、テレビで、うん。うん。やっぱりね、日本のオリンピックの組織委員会のトップがそういう発言をしたということになると、特にね、海外だと。 あのこのこの女性に対するその差別意識とかいうものを非常にこう今、問題にするからね。うん、池上さん、それだと話が分からないので、まず、なぜその話になったかっていう話をしませんかああ、もともとそもそも、えー、3日,3日の,のオリンピック委員会の評議委員会という、まあ、幹部たちを集めたところでね、とにかく女性がたくさん入っている理事会は時間がかかるという人がいるんだよみたいな。 自分の言い方じゃなくてそんなことを言う人がいるんだっていう発言をしてその評議員の中からそれに笑い声が出たとでこれ自体全部リモートでのやり取りだったんで報道時にも全部公開されていてそのやり取りが全部報道されたニュースになったってこういう話だよね。 はい、でも私はその続きの言葉の方が気になってるんですけれども女性っていうのは競争意識が強い、うん、誰か1人が手を挙げていると自分も言わなきゃいけないと思うんでしょうねそれでみんな発言されるんですって言ってるんです,よ <laughs> すごいよねでで逆に言うと男たちは全然発言してなかったんだって受け止めちゃったんだけどな。 あそうですか私はその、うん、女性ってそういうもんだって決めつけてるんだ女性って競争意識が高いんだ誰が決めたんだろうと思いましたけれどもちろん、もちろん森さんにしてみるとそういう偏見というか,なんかそんな意識があるんだろうと思うけど逆に俺はこれを聞いてはぁはぁあの女性は,は,はちゃんといろいろ言うけど男たちばっかりだとみんな誰も何も言わないで。 えー、森さんが言っていること、ハイハイとこう聞いて、すっと会議が終わってしまうっていう、むしろ、あえー、そういう問題点が、ここから浮き彫りになるなと思ったんだけどね。なるほどね、つまりは、は会長の言うことに対して、そうだと言ってくれるイエスマンがきっと多かったのではないか、だから会議が早く終わるっていうんですか、うん、そ,うそれからあ,あ,あえて発言する人がいない、よく会議でね、えー、これについて、何かご意見ありますか ありませんね、では終わります」ってこういうシャンシャンの会議っていうのがまあ実際いろいろあるんだけど本当にそれが続いてきたそこにやっぱりえ「ちょっと待ってください」ってこういう人が出てくると「なんだよあいつ」っていうそういうで「あ女がなんかああやって言うよ」みたいな。 ななんんかかそそううういう受けけ止め方してるのかなと思ったんだけどね。そうですよ。まさにそうですよだから女性っていうのはっていう <laughs> こういうあの話の最初にそういう,こう枕言葉みたいなのがついて <laughs> カチンときましたね。<laughs> だろうねそれはだから逆に本当にいわゆるダイバーシティって,ってか多様化って本当に必要だなとむしろ俺はそれを思ったんだよね。 うん本当に男たちばっかりだとあの上の方を見て、えー、言いたいことがあってもここは言わないでおこう会議の場では言わないでおこうあとでちょっとこうひそひそ言おうみたいなそうやってシャンシャンと会議が早く終わるというなんか本当に今、まあ、のこ,のこのオリンピックの委員会だけではなくいろんなところでそんなことが起きているんじゃないかなと、ね、この後のセリフもあるんですよ、うん、組織委員会には女性は7人くらいおりますが皆さん、わきまえておられてって言ってるんです。 この言い方ね、7人くらいって、実際は5人だったわけでしょ。はい。はい、JOC は女性の割合を40%以上にすることを目標としていると、あのこれ、朝日新聞の記事なんですけれども、うん、そういうふうにまとめてありますがね。ついついに、この委員会に女性が何入ってるかということも、きちっと把握しないまま、こんなことを言ってるっていうところもあるし、ねえ、なんだろうな、なんか本当にこう日本社会って根深いなと思ったよな。 うん、あとはその、もちろん、ね、あのオリンピック・パラリンピックをやりたいっていう気持ちそれはもちろんみんなそうだと思うんです、気持ちの上ではねただ、それがこう例えば実現可能なのかとかどうやってやっていったらいいのかって言ったときにコロナがどんな状況でもやるって発言をしたわけですよね。それに対してあのロンドンブーツ1号、2号の田村敦さんがあの自分はもう聖火リレーを降りると。 そのことと、もう1つはあの密になるのを避けるためにという意味なんでしょうけれども、タレントの人には田んぼでも走ってもらったらいいみたいな発言を森さんがしたので、そこに対してのやっぱりこう違和感っていうのを訴えてましたよよねね、うん、そうだよ、ね、あの本当にねこういあの、いろんな思いで、とにかくあのオリンピックを成功させよう、聖火リレーに参加しようと思ってた人たちのもう神経、逆なでにして、そこまで言われるんだったら、じゃあ出ないよっていう人、 これからどんどんん出てくるる可能性あるよね、うん、だから、あのもし、ね、本当にこうやっていきたいと思っているのであればあの、まあ、言い方が下手なのかもしれません、もしかしたら。でも、あのみんながどういう気持ちで参加しようとしているのかじゃあ、協力してもらうためにはどうしたらいいのかということを会長なんですからね、うんあの、ちゃんとそこを考えて発言してほしいですよねそうだよね。 でこの森喜朗という人、もう総理大臣になる前に実は文部,文部大臣だったこともある、あまだあの、えー、文部科学省になる前のね、まだ文部省だった時代に、俺は文部省を担当してて、だから、あの森大臣といろいろな話をしたこともあるんだけど、この人ね、とにかく、例えば数人、4、5人で、こうああのまあ、みんなでお酒を飲んだりという。俺 実際に俺はそんなことやってないんだけどそういうことに参加した人の話を聞くと、えー、45人56人で集まって酒を飲みながら話をするととにかくサービス精神旺盛でとにかくみんなを笑わ,わせよう面白がらせようっていうそういうところはすごく能力がたけていてだけど大臣や総理大臣としてはいかがなものかっていうのが森さんのことをよく知っている人たちのこう、えー、感想だったんだよね。うん なんかその内輪のところで内輪受けするというだけどそれが対外的に報道されるとどんなことになるのかってことを全然考えてない意識してないで結果的にものすごく本音が出てしまって大問題になるってそんなな感じがするけどな、うん、あの今の清美さんのお話聞いていて私が昭和の時代から平成にかけてもう本当にあのいろんなところにいた昭和の親父たちの。<laughs> 本当に最後も最後って感じがしますけれどもね。あの、要するに悪気はない。で、自分たちのやり方としては、まあ、若かりし頃なのか、もうちょっとこう、まあ、熟年になったからなのかわかりませんけれども、そのやり方で良かったのかもしれません。もちろん、私みたいにセクハラパラハラの犠牲になった人間もいっぱいいると思うんですけれどもね。でも、今これだけ時代が違うんだって、これほど言われてるのに、未だにわからないっていうのが、まあ、やっぱり、 もう固まってしまうとそこからこう柔軟性っていうのは欠らもないのかなっていうような気がしますけれどもね、うん、そうだよねであのこの人とにかくね、えー、こうみんなを楽しませ面白がらせようとして自分の過去の恥ずかしい話もね結構暴露してるのね彼はだから自助伝書いてるんだけどその自助伝の中では早稲田大学小学部にラグビー部の推薦で入ったと、うん、つまり学力試験で入ったんじゃなくラグビーで推薦で入った。 でところがそこでラグビー部入ったらすぐ体を壊してしまったんでラグビーをやめたとでその後今度は就職っていうことになったら産経新聞にコネで入社したと自分でコネでって言ってるんだよねでさらに本当にコネで入れてくれるのかどうかを確認するために、えー、入社試験は白紙で出したっつってんだよね、うん、そしたらちゃんと入れたと。 入れたんだけど、産経新聞本紙ではなくえ、関連の子会社の日本工業新聞の記者に回されちゃったなんていうことね自分こう自助伝の本でそういうこと書いてるんだよねまあ正直といえば正直なんだと思うんですけど時代を感じますね本当にねなんかそういうことがまるで武勇伝のようにねこう語ってしまうっていうのも本当に確かに昭和のとこかもしれないな。 うん、昭和の時代だったらきっとあすごいとかやっぱりって言ってもらえたのかもしれません、はい、でも今は令和3年にもなってですねあのそれは通用しないっていうことなんじゃないかなと思いますけれどもね。うん、そうだよねこれをきっかけにねやっぱり改めていろんなところにやっぱり女性がちゃんと進出してきちっと発言する人たちがいっぱいいなきゃいけないよねってことをみんなが分かってくれればねこっから少しはいいとこに進むのかなと思うけどね。 うん、あの若い人をトップに立てたらどうかと思うんです確かに,確かにあのうーんと若いとは言いませんけれどもあの本当にこれから育ってほしいっていう人をあのリーダーに立ててでサポートする側に回ってでいろんなことを回していくっていうことを考えててほしいなと思いますね、はい、令和の時代なんだからねはいはい、じゃあ今日はここまでお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした チャンネル登録よろしくお願いしますポチっとねいろいろなものがまだ上がってますからそちらも見てくださいよろしくお願いしますよろしくお願いします